体がストレスなんですよ。もうだって変えることはできない、ね、無理ですよね。やっぱりそれぞれみんな生きてきた部分があるから、はいはい、当然考え方とかいろんなものが違って当たり前です。だから本当だね。だから分かり合える方がいる方が奇跡だなって。ああ確かに、ね、でもそれが逆に本当にありがたいなって。そうですね、思えばそれでよしですよね。だからそこに共鳴される方が出てくるっていうことが本当にありがたいことなので、やっぱり思いますもんね。思いますね、うん、そうか。でもあれだね、職場の中でさ、自分が嫌な気持ちで仕事をするっていうのは本当に苦痛だね。苦痛だと思うよ、うん、本当だね、うん、でも多いんじゃないかな。多いよね絶対。